3往復くらいか。はい。おう。
かしとも。軽すぎるんですよね。砂利なんで滑ってしまうんですよ。エンジンには関係ないんですよね。これはこうすごい走行を動かすにこれで使うわけ。もう動かすのもエンジンもかけるのも全部これで。エンジンかけたな。エンジンは？エンジンは草刈りをするときだけ使います。草刈り機、はい、斜面までできる草刈り機なんですけど、落ちないですね。あの普通45度でこれが27度で、まあ普通の草に比べてすごいツルツルの材質で下も滑っちゃうんでなんかやりにくいんですけど、一般的な地面って踏ん張れるんです。そうそう、エンジンをかけてから動かすわけ。普通は草を刈るときだけですよ。あ、これでエンジンかけるわけね。かけます。リモコンでエンジンかけなくてかけれます、全部で。走るのは電気ハイブリッドなので。なるほど。エンジンが傾斜に合わせて傾きますので、プログラムごとね。ああそうか、回しくなさない関係ね。まっすぐ先頭、エンジンオイルがパワーランクで焼き付いて壊れちゃう。はいはい、傾いてくれるので大丈夫です。自動で。自動です。はい、で草刈りの高さも調整がここでできます。一番低くて3センチ。3センチはもう地面えぐるレベルなんです。もう終わりの、多分この音楽がそういうことなんだと思います。